らない感じするな。もっと違う言葉にしよっと。ありがとう。なんか集中力切れかかってたからちょうどいい。ナイスタイミングよ。さすが我らの部長様。いただきます。ほう、これはこれは結構な。何か隠し味でも？それは美味しいに決まってますね。お腹痛い。やめて。何なのこの意味わからない小芝居。なんかぐるぐるしてた気持ちがパーッと消えていったよ。どっちでもいいよ。ほんといろいろありがとう。今日だって歌詞がうまく書けてない私のために家まで来てくれてさ。しかももうこんな夜中だし、明日が休みだからって泊まりがけで手伝ってくれてほんとありがとう。わかってないな。それだけですっごく愛さんのテンションが上がるっていうか、癒されるっていうか、だからありがとうなんだって。紅茶飲んだらもう一頑張りかな。あとちょっとでできそうな予感するし。一番正直な気持ち、こんな感じ。それもこれも全部部長様のおかげです。はあ、君にそう言ってもらえて安心した。でもあのね、最後にドーンって背中を押してもらいたいから、この歌、君に一番最初に聴いてほしい。ってことで、夜中だから小声だけど、歌うね。ねえ、もっとそばに行っていいかな？